辛すぎる。切って収集してたとはなあの家めっちゃ狭いね最初にトムが話しましたトムが公園で待ってるよトムは直せるって言ったよ練習してたら上手くなるさ。 村の真ん中には泉があります頑張ってたらうまくなるってトムは見るからに怖がっているトムはトラックにはねられました昨日ここで交通事故がありました。 トムが戻ってくるまで待っとこうよ。トムは全くと言っていいほど本を読まない。ごめんなさい、もう二度と嘘はつきません。トムはメアリーが緊張していると思っていた。トムは。 ドアに鍵がかかっていないことに気がついたウェイターがテーブルに新品のテーブルクロスをかけました「このあたりにはちょっとした飲食店やカフェがたくさんあるの。 メアリーがボストンを離れたってトムから聞いたときはめちゃめちゃ驚いたよ